チケットミッドナイト競輪、今夜は豊橋 S2 ウィンチケットショー争奪戦初日をお送りします。おい、よろしくお願いします。一瞬噛みそうです。ありがとうございます。お願いします。お願いします。ギャンブル大好き。そんな感じなんや。ありがとうございます。はじめまして、ニューヨーク屋敷です。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。嬉しい。初登場ですよね。初登場、ありがとうございます。普段からお二人はギャンブル、僕は、うん、今日はパチンコっすね。あ、パチンコは、ね、パチンコ好きでよくしょっちゅううち行くんですけど、競輪は初めて。競輪初めて、初めてです。見たこともないです。え、本当ですか。はい、ルールもさっきめっちゃ教えてもらって今めちゃくちゃやりたなってます。競馬と競艇とかはまあちょろちょろやったことあるんですけど、たまに、はい、競輪だけはないんですよね。全くないです。そうなんですね。はい、なのになんか初めてのこういう生まれて初めてのこういうギャンブルというか、はい、こういうこういうギャンブル呼ばれた番組の競輪の番組だと思って、がっつりですもんねこれ。そうですね。でもあなたお金ね、はい、今ないですもんね。何がですか。あのいやいや、だから別にいいじゃないですか。そんなのマネージャーから8万借りたじゃないですか。そうなんですか。いやだからそれは後で言うよ。だから私ですけど、これなんか本当に実際に楽しめるって聞いて、あ、うん、そうなんですよね。今日はガチでいきます。あ、ガチで。こいつが言ったんですけど、ちょっと私事なんですけど、この間、はい、はい、ちょっと財布落としても全部なくしちゃった、全て失っちゃいまして。お財布を借りたんですか、うん、はい、もうあの、はい、今日この番組でバチーンって当てて、もう今日マネージャーも来てるんですよ。それで返そう、その場で8万円今日返そう。マジで本気で、ガチでちょっと、うん、でももう絶対に当てなきゃ、ね、初心者なんで、ビギナーズラックで当てんの。ちょっと本当にガチでね、当てたい、はい、もう本当にね、はい、あんま余裕がないんで。本気で何レースですか今日。今日7レース。ちょっといろいろ教えをこいていただきながら、ちょっともう逆にでもやっぱビギナーズラックをもらいたいぐらいです私。なるほどね。最近ちょっと不調なので、はい、ちょっと当たったんや。あ、そうなんですね。はい、はい、そうなんです。私なんですけど、前回が7レース中1レースしか的中しなくてですね、はいはい、あの、ま、今日までの回収率はまあいい方ではあるんですけど、いや全然すごい。だから前回が回収率 24% ですけど、うん、そうですね、今日までの総回収率半端じゃなくないですか。83% でもそうなんですよ、上がり下がりが激しくて、あのこの辺をうろちょろしてるって、ほぼほぼトントンぐらいで今入れてるって。いやすごいですよマジで。まあでももう本当にもう、いやギャンブルやってる人なんて、はい、ね、ほぼ全ての人総回収率 2% くらいですか。やばいですね。みんななんでやんの。絶対当たらない。83って異常な数字ですよ。すぐやめた方がいい。すごいなマジで。今日はニューヨークさんが初めてということなので、はい、改めて競輪の基本情報をおさらいしていきます。いいですか、すいません、はい、聞きたいです。競輪なんですが、はい、プロスポーツの中で最も選手が多くてですね、現在およそ2300名が選手です、ね、これそれ知らなかった。そうだったんですね。多いんですよね。すごいわ。一人も会ったことないですけどね。もしかしたら俺らとは住む世界が違うね。ね、違うよね。そう、そして6階級ありまして、トップの SQS 班は9人しかいないんですよね。すげー、上の一番上のところで。そうです、マジで。私ももう一回勉強し直さなきゃ。そう、意外とね、9人ってすごいですよ、ね、これだけいる中の9人。お笑いより厳しいな。いや、マジお笑いに似てるわ、本当に。かなり難しい。え、9人だけっていかついな。そう、いかついですよね、本当に。そうです。さあ、そして今日のミッドナイトなんですけども、主に A 級選手の戦いとなっています。 A 級ね、はい、水色のところですね。なるほどなるほど。さあ、1番北村敦史選手、以下ご覧の通りです。さあ、では予想していきましょう。今日はあれですね、なんか LINE とかがあるんですよね、さっきちょっと教えてもらって。そうなんですよ、 AR でちょっとだけね、はい、知識が入ってますよ。一番危ねえやつ。そうなんですよ。でも LINE があるから、あのなんか予想が楽しいんですよ ね、 これね、これだよね、はい、ラインね。そう、1レース目は2社3社2社で3分線となっています。基本的に長い方がちょっと強いと言いますか。そうですね、というふうに言われてますね。やっぱり越すの大変じゃないですか、3人、うんうんうん、2人よりは3人の方が。そうですよね。これ予想っていうのは4-1が先頭じゃない可能性もあるんですか、7-5-2がこっち。あ、もう全然ありますね。展開予想ってことですか。なるほどね。そうですね、だいたいこうなるんじゃないかっていう。展開予想ってのが見れるんですね。ね、そうなんですよ。え、どうやって予想したの、ま、ちょっとなんとなく、まずそのこの1レース目の西原パイセンの予想をなんとなく聞きたいですね。そうですね、まあ、でも、うん、
やっぱりその私は大体その、まあ、最初に競争得点とあのこの B っていうバック数、うん、あと勝率を大体見るんですけど、すごいじゃないですか、あのそれですね、こちらです。6さんに5000ポイント、はい、1551の2社服に1000ポイント、なんかダセーな、やっぱよう見ると、うん、そんなことないですよ、ちょっと時間がなくて、僕らもちょっと慣れてねえな、慣れてなくて、まあでも当てたらこっちのもんやから、うん、そうですよ、当てるぞ、はい、絶対、よし頼むぞ、島さん、西原さんが、はい、私は結構手広く5600ポイントで、合計5600ポイント、はい、結構いってますね、まあ、大体14ラインと57ラインを絡めて買ってるって感じですね。うん、14、なるほどなるほど、そうなんですよ、はー、2が足りる予想、はいはいはい、2じゃない、はいはい、あ、そうですね、2はね、2はない、2はないですね、ので、まあ、57の後ろに1か4が来るんじゃないかなっていう、うん、はい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 、うん、なるほどなるほど、うん、はいはいはい、どのラインも抑えてるって感じですよ ね、 そうですね、今回は、はい、ね、そういえば河本さんからの伝言で、うん、はい、屋敷さんは、うん、あのシャンパンを持ってあのクラブで女の子をナンパするのやめた方がいいですよ、ずっと言うてんだ、で志麻さんは、はい、あの迷彩柄の服を着て打ち上げとかに参加するのやめた方がいい、俺のシャンパンってマジなどこの情報それって言っといてって言われました。僕はなんか迷彩柄の服を着てたらマジでいじられましたね、うん、あ、そうなんですか、何やその服別にでも迷彩ねえ、いや別に全然いいですよね、え、めっちゃ雨降ってるよ、めちゃくちゃ雨降ってますね、話違うやん、もうこれ荒れるぞ、荒れるぞこれさあでは結果をお伝えします。2社単41,1260円、3連単417,3990円となりました、20ポイントとかなる、イエーイ、おめでとうございます、久しぶりに当たりました、やばーい、素晴らしい、やったー、41倍、ダメだ、41倍、39倍です、39倍ですね、39倍、やった、羨ましい、ちょっと増えました、おお、イエーイ、いいですね、幸先も良かったです、素晴らしい1番岡田誠陽選手以下ご覧の通りです、こんなんの買えない、こんなんのマジの、これはこれ100点超えが出てきてますからね、元 S 級選手、初めて出てきましたね、うん、俺、いやでもこれ多分俺全然分からんけど、多分誰が言ってもおかしないやつやろこれ、そうなんですよ、でもこれみんな強い選手なので、ね、本当難しい、あれるよ、うん、マジでこれは、うん、本当なんですよ、でも荒れたとしてやん、だから、はい、だから、うん、これこそマジで一番何も印ついてないところの、うん、だけで全部かけていい、あ、でも本当それでも来るレベルの、だって全員見てこれもう天何個差よ、天何個差、うんうん、だからここだけ見て、このラインだけ見て、あ、そうやな、例えば25どう52 25 25前52前とか、うん、え、そんなそんな感じ、いや全然でした、あ、嘘、いや全然嘘でした、全然大したことなかったです、えー、そんくらいでも拮抗してるとか、いや俺はでも三重やねん、25どっちも行け、あ、行こう、応援で、もう25はもう、はい、こいつの地元が三重 でこいつ母子家庭で関係ないやん、去年実家のカラオケの泥棒とかも入っちゃった、そうなんですか、じゃあ行け、大変、じゃあお前三重、それで大丈夫だったんですか、大丈夫でした、全然行け、ちゃんと捕まったんですか、いや捕まってないんですよそれ、怖い、怖いほんま、そうなんですか、うちも入ったことありますよ、え、実家 のどこですか、実家山形です、横領、横領みたいなされたことあります、横領、あの従業員に、あ、社長さんなんですか、社長、あの歯医者をやってて、あ、そうか、歯科衛生士さん、あ、そうそうをやってて横領されたことあるって言ってました、いかつい話だなそれ最終レースこいつは田舎なんでなんかレジ金盗まれたくらいで、そう、でもレジ金も大した金入ってなかったってねそれでも怖いね、いや怖いですよ、普通に泥棒入っただけでよかったね、あんま笑かんな当ててくれよ、一番大きく一番大きく当てればいい、いや分かってるわそのまもなく締め切りです、さっき言ったやつ、はい、あれ何これ買いました、は、はい、買いました、はい、
私が14折り返しで7で417、416、あと2車単で5457。お、小頭もあると。まあもしかしたらですけどね、バック回数が良くて、まあ5はまああんまりちょっと8着とかもあるんですけど、1着2着も、まあ、あるので、もしかしたら5頭で5457で、あと7374も、おちょっと一番人気の、まあ、416とかは外しちゃいましたね。416、146か。73のライン通りでも27倍ついてるんですね。そうですね。そうなんですよ。え、買いました？買いました？大丈夫ですか？行きましたか？ちょっと待ってください。豊橋ですね。豊橋のこれ変えてねえよ。変なの。紹介画面 で、あ、変えてます、変えてます。あ、これが変えてねえわ。あ、ポイント、これ K でいいですか？買いすぎて、ちょっと。いや、え、余ってるってこと？いろいろ1万余ってる。買いすぎてるというか、結構使ってますね、石原さんも。7500ポイント。お、一番ねえ話。大丈夫ですかね？なんだか、勢い余って動揺が。はい、すいません。ちょっと待って、はい、みゆきさん、このみえみえコンビの25がどっちか来て全に各1000ポイント、はい、うん、お、結構いってますね。で、なんか6526と652、これなんか嶋佐予想の3連単いや、もう最後だから、を買おうとしたんですけど、まさかの俺が上のこれ変えてなくて。あ、上が変えず、シンプル嶋佐の3連単、この2個しか変えてないんです。うわー、何して、2連勝複式、1番4番210円、2番2連勝複式、4番1番すごいなこれ240円、3連勝複式、ね、ちょっと下がりましたね。6番290円、3連勝単式、4番1番6番1420円、ワイド1番4番120円、4番6番250円、1番6番180円、以上でございます。はい、おめでとうございます。すごいな、すごい何回当ててんの。当てまくってるやん。めっちゃいいです。増えまくってるやん。なんかふえ、でも本当にほら地味じゃないですか、当たってもマジで買わんでよかった。でも絶対にそういうことですよ。どういうこと？それは知ってるんですよ。どういうこと？いや、だからそれをやってるのがすごい。それをやってる、何を言ってるのかマジで分からない。さあ、そして私も当たりました。はい、ありがとうございます。すごい、やった。2人ずっと当ててる結構当たりますね。大きくどんなんてないんですよ。大きくどんなんてね、大きくどんちゃんと毎回ね、結局毎回固く固く当ててっていう人しかプラスになれないんですよ。それがすごい。こんなすごいな、今日で言うと。でも全然なんかこれだけ4レースも当ててるのに、そんなに1万ちょっとしか増えてない。いやいや、一番上手い人でしょこれ。いやいや、増えましたよこれは。7分の4当てて、まあすげえ、ね、いや、そういうことですよ。それぐらいだマジ堅実。1万9000ポイント、まあ、7000ポイントか。そうですね、結局なんかでも本当にずっとこの辺うろちょろしてるので。なるほどね、確実にうまくはなってるんじゃない。あ、なんか渡されましたよ、あ、回収率です。本日の回収率の表がなんか、はい、うわすごいやん。うわ145、ニューヨークゼロそれはゼロ。いや、本当にゼロ。私もよく出しますよ。はすごい、すごい差がありますけども。すごいわ。さあ、そして私です。私の回収率がこんな感じ。確かに、はい、まあ、すごいありがとうございます。もうちょっとでしたね。それでも100より少ないんだ。そうなんですよ、100円ずつの想定なので、はい、なるほど。あんまり、そうなんですね、当たっても。でも僕今日お酒の回収率は 200% ぐらいです。キモいな。今日何杯飲んだんですか、結局。7杯以上覚えてないくらいの回収率お前何なの、マジ で。いやでも本当に4万ポイント払ってベロベロになっただけやから、ね
もうちょい高いバー行っただけやろほんまにガールズバー行ったみたいなね、素晴らしい、うん、いやでもすごい楽しかったですね。本当ですか。